チエンラーイ県、チエンラーイ県、チエンラーイ県、タイ語、は、タイ、北部の県、チャンワットの一つ。パヤオ県、ラムパーン県、チエンマイ県と接する。チエンラーイ県は、タイ国際北端の県である。県内の平均高度は580メートル。県西部は及び東部は、山岳地帯で、中心部はその中間に位置する。県は北にミャンマー。 東にラオスとの国境を有する。中でも特に、メコン川、ラオスとの国境と、サーイ川、ミャンマーとの国境の接するポイント一体を、黄金の三角地帯という。タイの最北部に位置することもあって、タイ国内で一番涼しい地域である。1月は日中こそ暑いものの、朝は冷え込んで、摂氏10度前後まで下がり、氷点下の冷え込みを記録したこともあるほどである。 ウキは、タイ国内では、短い方で、4月から10月までである。前述、黄金の三角地帯は、アヘン取引の中心地が盛んであったが、タイ量内では、タイ政府の厳しい取締りや内外からの投資、生産が激減し黄金の三角地帯における、タイ量内での問題は考えられるほど大きくはない。一方で、ラオスやミャンマーでは、取締りが十分に行われていないため、 両国で生産されたアヘン、最近では覚醒剤、ヤーバーを含むなどの密輸問題があり、麻薬問題が全くないというわけではない。その一方で、長年、警察力が麻痺していたため開発が大幅に遅れていたものが、逆に自然資源を育むことになり、これと合わせ穏やかな気候が近年におけるリゾート開発を促進することになった。また、県内の山岳部は、 多種の少数民族が居住する地域であり、これらの民族の文化も県内の観光資源を豊かなものにしている。また、黄金の三角地帯における貿易においても、近年では合法的な貿易を行おうとする努力も続けられている。もともと、チエンラーイアラオス北部、ウエビルマ、ウンナン省の地域はなどによる行商が行われており、また、個人間での国境を越えた。 日用品の取引なども行われていた。近年では、この合法的な貿易を推進しようとする動きもある。現在、開放されている国境チェックポイントは、明細、遅延線、遅延コーンの3カ所にある常設のものの他に、場合によって、ラオスやミャンマーの政府との合意のもとに開かれることのるチェックポイントが8カ所あり、ここを通じて行われる取引は中国を含め、 毎年50億バーツ近くにも上る。これらの合法的な貿易を推進するため、遅延線、遅延コンメコン川上の開港が建設中であり、また遅延前まで施設されている鉄道を伸ばし、遅延来県内まで鉄道を走らせる圏や、国道をラオスルアンナムター県まで延長する計画も検討されている。もともとラワ族の住む土地であったとされるが、タイ族の一派であるアイロ が、紀元前一世紀頃移住し、チエンルンやチエンラーを国区川沿いに建設したと、される。この後紀元五十年までに、このタイ族はさらに南下し、ウィエンホー、ドンウィエン、ウィエンワン、チェーホム、チエン制ンなどを建設したとされる。これらのタイ族の最初の文明らしき痕跡は五世紀に、始まるクメール族の侵入により、クメール族の支配下に置かれるようになる。これによって、 チエンセーンは、スワンナコウムカム、チエンラオは、ウモンカセーラーと名前を名前を変えた。時代は下って8世紀、ラオ族の王であるクンボーロム農医であり、ノーン声の支配者であった、プラチャオテイワカーンの息子とされるチャオ、シンハナワティクマーンという君主が、代理、現在の雲南省から、大族を引き連れて、現在のチエンライ県に南下した。この時、チャハナワティクマーンは、 ムアンナーカパントシンハナワッティナコーンという都市を建設し、後にこの都市は、ナーカブリー、ヨーノックナーカナコーン、ヨーノックナコーンではなどと呼ばれるようになる。チャオシンハナワッティクマーンの彦である、プラオンチャイナーライが、カーロン川沿いに、ムアンチャイナーライという都市を建設した、この後、プラオンチャイナーライの子孫にいる当地が十七代続き十七代目の王、 プラオン・パンカラートの時代、10世紀初頭に、前述クメールのウモンカセーラーによって、チャイナーラーイの町は攻撃された。プラオン・パンカラートは、ウィエンシー・トゥワンに逃亡した。あとプラオン・パンカラートはその日から、チャオ・トゥック・キット・クマーンを、チャオ・プロ・マクマーンを出生する。936年、チャオ・プロ・マクマーンは、ウモンカセーラーを攻撃しクメール族を退ける。 この後プラオンパンカラートは引退し、ヨーノックな赤な高音にこもった。チャオプロマクマーンはこの後さらに、クメールを攻撃したため、クメール族は、ハリープンチャイ、ラムパーンのこと、ラムパーン県に逃げたが、チャオプロマクマーンはさらに攻撃し、現在のカムペーンペット、カムペーンペット県まで追い払った。クメールの撃退が済むと、チャオプロマクマーンは、ウモンカセーラーを、 ムアンチャイプラーカーンと解消、ヨーノックナーカナコーンを、ムアンチャイブリーと解消した。1039年、クンスアクワンファー、パヤースタムワディ説もあるという人物が、チャイブリーを攻撃した。チャイナーラーアイから援軍を駆けつけたが敗北。その時の王であった、プラチャオ、チャイシリは、チャイブリーに火を放って逃走した。現在のウトーン、スパンブリー県に逃げたと言われている。 あとに、この地域に進出した大族として、チャンカラーと王家の創設者である、ラーオチョック、あるいはラーオチョンがいる。ラーオチョックによって、クーエーンチョック、チャイブリーの統治が再び行われた。このラーオチョックは、グンヤーンというところを再開発し、グンヤーンを、ヒランナコーングンヤーンと改名した。ラーンナ王朝の王、マンラーイの時代に、新たな首都の建設が命じられた。 1259年に建設が開始され、1262年に、メンラーイの町、チ延ンということで、チ延ンライという名前が与えられ、首都として機能することになった、ラーンナ王朝の成立。これが、現在の県庁所在地であるチ延ンライであり、歴史的に現在のチ延ンライ県の地域の文化、経済の中心として機能する子になる都市である。しかし、 メンラーイは1296年4月12日に新たに建設したチエンマイに遷都することになったためラアンナー王朝の首都としての地位は失われたが、福王の住む都市となった。1558年、ビルマ人の王朝タウングー王朝の王、バインナウンによるラアンナー王朝の攻撃により、チエンマイなどと共にチエンラーイもビルマの支配下に入った。その後、カー,ィーラによって、 ラーンナー王朝が再興されるまでビルマによる支配が約200年続いた。チエンラーイはカーヴィーラによるラーンナー王朝再興の後、建前上、チャクリー王朝の家来であるラーンナー王朝の地方都市として機能することになる。あと、チャクリー王朝5代目の王、ラーマゴセイ、チュラーロン公ムは一般に近代化政策として知られる。 いわゆる着リー改革の一環として、モントン製、いくつかの県が、モントンと呼ばれ、大地区を形成する制度を全国に導入したが、1899年には、この一環として、モントンファイターワントックチェーンナーが、大北部の県を集合させて成立。チェンラーイもこの中に含まれていた。1910年には、チェンラーイを中心とした地区をまとめて、チェンラーイ県が成立。 1915年には、モントンファーイタワントックチエンヌアーが、モントンパヤップと、モントンマハアラートに分裂したことに伴いチエンラーイ、県は、モントンマハアラートに併合された。1977年には、南半分が分割され、分割された部分が、パヤオ県として成立している。大族が大半を占めるが、12.5%は、山岳少数民族である。 ラーンナー対王朝の創設者、メンラーイオーの伝説に基づき白像があしらわれた、シンボルがデザインされている。剣木は、ラガーモシェライグニア、イコールメイアデンドランイグニアム。剣下は、カエンカズラ、パイラスティージャビネスタである。チエンラーイ県は、以下の18の郡、アムプーに分けられ、その下に124の町、タムボン、1751の村、ムーバーンがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。